さんこんにちは。こんにちは。カントリーベースの樋口とアシスタントの小山です。今日も始まってまいりました。ヒグネット。ということでね、今回のヒグネットともやもすごい便利ツールのご紹介をさせていただこうかなと思っております。はい、魚ツール、レンガ造形オリジナルツールです。いやこれね、まあ、何かというとレンガを造形する時のツールなんですよ。はい、ただこれメイドインカントリーベースなんですよ。オリジナル、オリジナルなんです。しかもね、その生みの親が、はい、うちのスタッフのウォーズさんでしょ。でウォーズさんのウォーって魚って書くんですよ。はい、で魚ツールっていう名前が命名されてるわけです。いやすごいんですよ。このレンガツールって、レンガツールっていうのは長年の職人様のお悩みを解決するツールなんです。で何かというと、その僕らでいうとデザインコンクリートの造形っていうのは結構人気があるじゃないですか。はい、で圧倒的に人気なのはやっぱブリックなんですよ。うーん、でもね、あれ造形でうちの会社の事務所とかやってるでしょ。はい、あれがどうやって作ってるか分かるわね。いや分かんない。あれね、ちょっと前までは全部手作業で一個一個この水平器を出て、水平器を元にして線引っ張ってたんですよ。面積ですか。あの面積。こういうのをついてたの。ここで水平器で、ここで水平取れるんですよね。そう、おい、水平ずれてるぞみたいな言いながらこうやって線引くんですよ、ビーッて。でこの線を引いたところを基準として、はい、ちょっと1センチ上げるんですよ。ああ、もうまた線引くんですよ。1本ごとに、1本ごとにやってたんで、まあそれはそれで作り手側の思いが込められてたと思うんですけども、やっぱ世の中、はい、タイムズマニー。そうですね、言ってみて。タイムズマニー。その工程をショートカットしようかなと思ったのが、はい、新しくできた魚ツールになります。おー、絶対便利。絶対便利でね、今このツールを使うとどれだけその便利にレンガの造形ができるかというものを実際にデモンストレーションしてみたいと思うわけなんですよね。はい、じゃあまずこちらのツールから、オプションからいってみようかな。そうですね、はい、いってみます。はい、でこれ何がすごいかというと、全部作ってるんですよ、魚津さんは。とっても目地のやつも、はい、このドライバー、目地で何ですか、金具みたいなやつも、うん、裏にね水平器ついてるんですよ、ちゃんと。めちゃくちゃ使い手側の思いを形にしてますよね。すごいですね。そうそう、今ね、もう作り手側のウォーズさんから見られてるし、ちょっと緊張してるんですよ。じゃあまず使い勝手を見てみようか。はい、どれだけ早くこのレンガを割り付けられるかってやつなんですよ。レンガはね、割り付けが命なんですよ。はい、やってみましょうか。はい、立てる方なんですけれども、こちらの方にデザインコンクリート塗ってあります。でデザインコンクリート塗ってあって、もうこの平坦な、モルタルを、レンガの割り付けを瞬時にしてやっていきたいと思います。はい、じゃあアシスタントの小山さん、いいですか。よろしくお願いします。水平を、ここに水平があるんで、水平見るんですよ。ここですよね。はい、きちんと真ん中に。はい、えいっ。そう、そうできてるんですよ。でこれ意外とめちゃくちゃ便利なんですよ。これ本当ですね。これめちゃくちゃ便利ですよ。ってことですもんね。のね、スケール使ってたんですよ。スケールっていうそのメジャーを使って一個一個やってたんですよ。いやもう相当楽になると思います。そうでしょう。でこれで一気に7個基準できたんですよ。でね、さらに素晴らしいものをご覧になっていただきましょう。こちらの方です。こちらの方はね、これ何か分かります？この円盤、これはピザカッターです。そうそうそう、美味しいピザをカットできますよ。こうやって。今日めちゃくちゃ滑ってるじゃないですか。大丈夫かな。これ実はね、あれなんですよ、目地幅の基準線になってるんですよ。はい、おー、あ、ここの幅がってことですね。目地になってるんですよ。まあ、これ押してみたら分かるわ。やってみます。やってみてください。だからちょうどこっちの人もいる。こっちに。そう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 、そっちの幅に合わせて水平見てね、水平。この水平見ていきます。えいせや。そうで、ちょっと引っ張ってみて。ここに2つのマークついたでしょ。この2つのマークが目地の幅なんですよ。おー、でこの下のラインにここを合わせるだけなんです。いやもうすごい楽です。いや超楽だよこれ。やってみて、やってみて、次から次へやってみて。基準を合わせて、で水平を見て、えいって言って、えいで出すと、ほら、もうラインができちゃう。そうそうそう、
ちゃんとあの下のそのそうネジのところに合わせて、えい、ほら、これね、このサクサク進んでいく感じって、小山さん、当たり前のように見えるんですけどもね、まあ、さっきも言ったように、今までね、スイッチにかかって、一歩一歩線引っ張ってたんですよ。もう持ち帰る手間とかもないですね。で、これでとりあえず横のラインができました。はい、今度は、あれです、これを使っていただいて、はい、レンガの横積みですね、やってみますか。いきます。えい、超楽じゃないですか。楽です。もうサクッと。そうそうそう。まあ、まだそれ行ってみて、でもそれでサクサク行ってみて。長いやつ。長いやつ行ってみて。行きます。はい。あ、もう、サク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 。これやばいでしょ、これ。いや、これ本当マジやばいんですよ。ずる。で、もう一回やって。ずる。クッキーの型みたいな。そう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 。サクサク行ってますね。まあ、これ、横積みにして縦積みにするとか、縦積みにして横積みにするとかっていろんな形はもちろんアメリカ積みとかフランス積みとかあるんです、うんうん、はい、で今度はあの横積み縦積み交互にしてみる。はい、長いものと長いもので、ここにほらなんで分かるかって言ったらちゃんとネジのラインが出てるから分かるんですよ。基準が縦すら測らなくていいってことですか。いや、めっちゃすごくないこれ。もうめちゃくちゃ楽です。もう二刀流でいけます。そう、サクサクと。そう、これね、超画期的なんですよ。結構簡単じゃない。簡単です。いやね、この作業がね、結構時間が実はかかっちゃう。いや、これあの造形をやる人で、レンガをやる人から やる人からしたら超ウルトラ急成長なんですよ。いや、もう世界最速で、世界最速でレンガの造形できると思う。あ、そうなんじゃないの。この魚ツールは世界を救うんじゃない。世界の造形師って、ちょっと今キャプションで書いてる。そう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 、あの大きいこと言うとちょっと電話が出てきたら困るから。一応あのこういうあのネジもあるんですよ、はい、ネジツールというか、ネジ用のそうです、ね、そう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 、ここの幅がそうネジになってる。やっぱりあの結構細いところとか入り組んだところとかあるじゃないですか、はい、そういったところはこういうのです、ね、そう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 、はい、えいってどう。おお、もう割り付け的には楽なんですよ。この使い方をぜひ見ていただいて、はい、自宅で DIY でレンガをやってみたい、でも難しいんじゃないのとかっていう方とか、あの大きな現場を抱えていらっしゃる方は、うん、ぜひこの造形ツールを使っていただいて作業効率の時間をぐっと、縮めていただきたい。そんなこんなで今回はこの便利な魚ツール、レンガ造形オリジナルツール、はい、についてご説明させていただきました、はい、まずはね、この標準のこの5点セット、はい、についての、価格をよろしくお願いいたします、はい、5つ合わせて2万2000円ですよっ。これね、安いよ、はい、これなんでかっていうと、さっきも言ったけど一個一個部品は全部買ってきて、はい、全部ここで組み立ててるから、はい、もう最初このネジ一つ、ね、そう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 、ちょっとこのとかって、そのなんかやっぱりこのなんかその、うん、なんですか、レンガをやる時の柵とかとかはいはい、みたいなことをやって、いろいろ進化した結果、今ここに立ってるんですよ。はい、ウズさんが研究されてましたもんね。そう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 。まあちょっとウズさんで今多分僕の左上か右上ぐらいに多分テレビあのなんかその画面で出てると思います。モモモモって。そうそうそう。モモモモって出てると思います。確かに。でこの標準セットが22,000円。はい。で、あのオプションまだ2つあるんですよ。はい。で、あの一つがさっきあの横の割り付け7個のレンガのネジが一気にできる。はい。7年ライナー。はい。こちらの方が。7年ライナーは。11,000円です。ありがとうございます。そうだよね、これを使って時間短縮できたら11,000円すぐ取り返せるわ。そうですね、本当に一つの現場でもうすぐ取り返せる、うん、はい。で、あの魚津さんはあのおすすめしてる一押しのイギリスで、はい、こちらは3,850円ですよっ。ということで、非常にリーズナブルで作業性も上がる魚ツールの、はい、あのご紹介の方を今回はさせていただきました。はい、じゃあこの商品が欲しいと言われる方は、はい、どちらの方に問い合わせしましょうか。カントリーベースのオンラインショップにお越しください。そうですよね、はい、オンラインショップにお越しいただけたい。まああのメイドイン魚津さんですので、あのもしかしたらあの在庫がない時には納期が若干かかることもありますので、はい、ご入り用の場合はあのできるだけお早めにお買い、はい、お声掛けいただけると、はい、助かります。ということで、あの今回は何とも言えない便利な魚ツールをご紹介させていただきました、はいはい、カントリーベースの YouTube はまだ引き続きリリースしていきたいと思ってますので、はい、チャンネル登録と高評価お願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今週はこの辺で失礼します。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。
僕らのこの魚ツールの説明どうでした？大丈夫でした？素晴らしい作った人も素晴らしい作った人も素晴らしいわね。大前提でやっぱ映画監督みたいにちょっと細かいちょっと緊張したんですよ僕上手にやってました。でも やっぱ開発までっていうかここに至るまで試行錯誤結構繰り返されてたじゃないですか。そうですね。それはでもやっぱすごいなと思ってね。試作してそうですよね、はい、これは構想から完成までどのくらい時間かかりました？半年。ああ、よかったです、よかったです。今ちょっと1週間ぐらいかなって言って、おいみたいな。でも、魚ツールはね、やっぱり面白いですね。うん。世の中になかったものを作り出すから結構面白くないですか？そうですね。ですね。これからどんどんいろいろ出しますんで、はい。そうですね。ぜひ、このチャンネルをしっかり見てください。そうですね。これ、ちゃんと魚田さんで特許とか取られとったりしね。これ、昔、これ日本なかったんですよ。一本の線しかなくて、はい、一本のツールでエイエイって日本引いてたんですよ。ああ、結局測ってたんです。そうなんです。あ、これだとエイでしょ。そうですね。ここも幅変わらないですし。そう。昔はエイエイやったんですよ。今は？エイ。そう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 。うん、かっこいいですもんね。ブリック。ブリック。